思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さて何が行くのでしょうか。ベリーハーミア前に行きそうです。マルハウミドッグそれに続いています。さらにはアンリーロード10番アリスベリテその後ろベリーハーミア先手を取りました。ダルエスサラームそのうちに続いています。その外にコナコースと並んで9番オズメメーすぐ隣にルーラその横にレミージュその外からカフジキアピエレ黒の帽子エクローサーその後ろ北ウイングこの馬もこのグループその隣にルミノメテオールその外にサーマルソアリングここまでほぼ平均ペース展開への影響はなさそうです。前はベリーファーミアアリスベリテほとんど差がありません。ワルハウミノコ3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はベリーファーミア4コーナーをカーブしてさあこれからです。ベリーファーミア先頭2馬身から3馬身のリードコラコースと足色は十分前に迫れるか。残り 200m ベリーファーミア意地を見せる。一気にコラコースとベリーファーミア先頭だ。ベリーファーミアわずかにベリーファーミア体勢有利。スタートしました。アリスベリテこれはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアリスベリテ腹に立ちます。その後ろからはオズメメこの馬も上がっていく構えです。ルカ後方からそれでは先頭からベリーファーミア先手を取りました。内からはアリスベリテワルハウミノッコそれに続いています。その外にコナコースとアンリーロードそのうちに続いています。その後ろにダルエスサラームその隣にレミージュその外からオズメメその後ろにエクローサその後ろにルーラ内からは北ウイングここまでほぼ平均ペース展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。アリスベリテ2番手はベリーファーミアワルハウミノッコ3番手この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアリスベリテ最後の追い比べ先頭はベリーファーミア1馬身から2馬身のリードアリスベリテ2番手手応えはどうか。残り 200m 一気に後続がやってきた。コナコースト頑張れるか。ベリーファーミア粘る。2番手はコナコースト。ベリーファーミアベリーファーミア1着2着は微妙です。ベリーファーミア見事このレースを制しました。スタートしました。レミージュこれは好スタート。アリスベリテこの馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してレミージュ腹に立ちます。その後ろからはアリスベリテこの馬も上がっていく構えです。さらにはベリーファーミア15番ワルハウミノッコその後ろ先手を取ったのはアリスベリテこれに続いてコナコースとアンリーロードそのうちに続いています。その後ろからはダルエスサラームその外からルーラその隣にオズメメ内からは北ウイング黒の帽子エクローサその後ろその外にサーマルソアリング内からはマラキナイア。ここまでほぼ平均ペース展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として10番アリスベリテ2番手はレミージュコナコースト3番手この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負アリスベリテ先頭外からコナコーストアリスベリテ先頭外から勢いよくモズメメ先頭残り 200m を通過してモズメメ粘るモズメメ粘るモズメメ1着2着にはどうやら北ウイングモズメメ見事このレースを制しました。好スタートを決めたのはベリーファーミア綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくベリーファーミア行きました。続いて前へ行くのはコナコーストさらにはアリスベリテ5番ダルエスサラームその後ろ先手を取ったのはベリーファーミアピンクの帽子ワルハウミノッコその後ろ内からはアンリーロードこれに続いてオズメメすぐ後ろにルーラ並んで6番レミージュその外からカフジキアピエレ北ウイングそのうちに続いています。その隣にルカエクローサすぐ後ろその外にマラキナイア内からはルミノメテオール少々スローペース後方の馬は届くでしょうか。さあ先頭は依然として17番ベリーファーミア2番手はルーラワルハウミノッコ3番手この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負ここで先頭に立ったルーラルーラベリーファーミア2頭の追い比べベリーファーミア前を捉える勢い残り 200m コナコースト追い上げてきたコナコースト抜けた2番手はモズメメコナコーストコナコースト1着2着にはどうやらモズメメ3着にルーラコナコースト見事このレースを制しました。スタートしました。コ
好スタートを決めたのはルーラ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してルーラ鼻に立ちます。その後ろからはベリーファーミア、この馬も上がっていく構えです。さらにはアンリーロード、10番アリスベリテ、その後ろ設定を取ったのはベリーファーミア、その隣にバレハウミノコ、オズメイメイ、そのうちに続いています。オレンジの帽子オナコースト、その後ろダルエスサラーム、その前に進出レミージュ、すぐ後ろその外にカフジキアピエレ、並んで16番サーマルソアリング、並んで7番マラキナイア、並んで4番エクローサ、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭は依然としてベリーファーミア、アリスベリテ、ほとんど差がありません。間を挟んでバレハウミノコ、3番手4コーナーカーブから直線コースに向きました。ベリーファーミア先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。ベリーファーミア先頭、あと 200m。 さあ先頭は今度は北ウイング、2番手はオナコースト、北ウイング先頭だ、北ウイング、北ウイング、1着2着はオナコースト、勝ったのは北ウイング、このレースを制したのは北ウイング。各馬綺麗なスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ロナコースト前に行きそうです。ダルエスサラーム、それに続いていますルーカ、どうやら後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはベリーファーミア、その隣にバレハウミノコ、内からはアリスベリテ、並んで13番オナコースト、これに続くのがアンリーロード、ダルエスサラーム、すぐ後ろその後ろからはモズメイメイ、レミージュ、そのうちに続いています。内からは北ウイング、その外にルーラ、すぐ後ろにマラキナイア、エクローサ、それに続いています。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあ先頭はオナコースト、ベリーファーミア、ほとんど差がありません。バレハウミノコ3番手、後続集団も追い上げにかかります。ここで先頭はベリーファーミア、内からオナコースト、外からモズメイメイ、前に迫るダルエスサラーム、あと 200m。 ベリーファーミア、このまま振り切れるか。2番手はオナコースト、この足色はどうか。2番手はモズメイメイ、ベリーファーミア、ベリーファーミア、1着2着はモズメイメイ、ベリーファーミア、見事このレースを制しました。